It's Saturday, 3 p.m. Got any plans? Or got nothing to? How do you feel right now? Why don't we just chill out and hang out? 音おかし。7月31日土曜日午後3時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。アレキサンドロスのボーカルギター川上洋平です。さあ、この番組音おかしではですね、その時もうその瞬間の気分に合わせた意図おかしな音をセレクトして皆さんにお届けする番組でございます。7月も今日で最後でございますね。はい、まあ、7月といえば、まあ、夏、夏といえば夏フェス、まあアレキサンドロスもね、もう本当にデビュー2010年からですね、毎年のようにお世話になっているんですが、まあね、ちょっとここ最近はですね、コロナの、せいでなかなか、できないんですが、やっぱね、野外フェスってのはいいもんですよ。はい、あのかつてね、日本では1997年にですね、フジロックフェスティバルというのも発足されまして、97年だとね、高校1年生とか中学校3年生ぐらいなんですね。でその時、まあ帰国して、そう、その前に海外住んでたんですけど、帰ってきて、お、日本でもあの野外フェスが始まるんだ、しかも結構海外のアーティストを呼ぶんだみたいな感じでね、すごい嬉しかったのを覚えてて、でその時のアーティストがね、まあ、レイジアゲンサマシーン、あとプロディジーとかでした。あ、そう、レッチリね。あ、そう、一番でかいステージと、あの、まあ、セカンドステージみたいなのがあったんですけど、セカンドステージにマッシブアタックとかスクエアプッシャーみたいな、もう今でこそ鳥とかを務めるような人たちが出てて、え、マジでそんなの見れちゃうの日本でみたいな、もうやべ、これはちょっと見に行かなきゃダメでしょうって思ってたんですよ。でもその時高校生で、やっぱね、お金がね、やっぱその時ね、足りなくて、まあ、行けなかったんですよ、残念ながら。もうすごい泣く泣く断念したの覚えてます。でその時誓ったのが、じゃあ分かった、俺はアーティストとしてデビューしてフェスに出演するまでは客として行かねえっていうの、その時固くなり誓ったの覚えてます。そうで、それでね、そのまあ約何年後とかにね、デビューしてフジロック初めて苗場のね地に足を踏み入れた時はもうデビューしてたんで、もう宣言通り、誰にも別に宣言したわけじゃないんですけど、自分の誓い通りにですね、なりましたね。はい、さあ、というわけでね、今日は、まあ、僕が今まで体験した、野外フェスの思い出を振り返ってみようかなと思います。最初の2曲はですね、1曲目はですね、ニューヨークで見たとあるバンドの1曲、そして2曲目は日本で見たとあるバンドの、曲でございます。続けてどうぞ。Michelangelo, something about the juice you wear. Shiny, shiny bangers on your wrist. And at the masquerade ball, you trapped in the vault and an empty aquarium. Suddenly you're out of the woods. Side of an alley, you're out of words. When I thought it was radio at first.Thank you.
さあ2曲連続でお届けしました。1曲目はフェニックスで J ボーイ、そして2曲目はレディオヘッドでイディオテック。1曲目の J ボーイはですね、まあ、フェニックスニューヨークのガバナーズボールという都市型のフェスがあるんですが、そこでニューヨーク滞在中にですね、メンバーで見に行きましたね。トリだったんですけど、もう最高に盛り上がっててですね、まあ、ちょうどこのティアモっていうアルバムを発売したばっかで、その1曲目だったんですけど、まあかっこよかったですね。その日はですね、割とレイ・シュリマーっていうその時若手のね、ヒップホップ集団とか、あとはウータンクランとかもね、出てたんですよ。そう、だから割とヒップホップファンが多かったりとかしてて、それでフェニックス取りって大丈夫なのかなと思ったんですけども、全然盛り上がってて、あ、本当になんかこう、ジャンルレスだな、ニューヨークって思いましたね。そういう意味では本当にこう、勉強になった、フェスでした。そして2曲目、がですね、日本で見た、フェスで一番良かったっていうものの瞬間を切り取ったのがですね、レイドウェイヘッド、イディオテック、サマソニですね、2016年の本編ラストの1曲でございました、イディオテック。まあ、かっこよかったね。この日確かクリープやったんですよ。ね。なんかこう、レディオヘッドってクリープその当時はあんまやんないっていうイメージだったんですけど、やって、おーって盛り上がったんだけど、やっぱキッドへの感じをね、生で聴けるってすげえなって思えたのが、なんでかって言うと、やっぱこう、イディオテックって今こう、ね、聞いてみたらわかるんですけど、やっぱエレクトロな感じで、レディオヘッドの場合は、アナログシンセサイズ持ってきてさ、ギターのジョニー・グリュートがさ、もうその場で演奏するんですよ。だから、たまにずれたりとかして、トム・ヨークにめっちゃ怒られたりとかするような、映像もあったりするんだけど、かなりね、アナログにね、演奏をこなしてるんですよ。そういうのをね、垣間見れたりとかするから、あ、フェスでキッドウェイこうやって再現するんだなみたいなのを、楽しめる瞬間でございます。しかもそれをね、やっぱこう、野外で見れるってね、やっぱ、なんだろう、神秘的なんですよ。それがね、やっぱ魅力的ですね。あとちょっともう一曲、軽く紹介したいなっていうアーティストがいて、これは割と最近の、クライオって、まあ、ここの、音かしても何回か紹介したんですけど、がフィーチャーされてる、とある曲なんですけど、このアーティストの名前はね、ちょっと読み方わかんない。ソロ Q なのかな、ソロックなのかな、わかんないんですけど、が作ったバレンタインという曲で、クライロがフィーチャリングされてます。これ結構すごい夏にね、聴きたくなる曲でございます。どうぞ。お届けしてる曲がですね、ソロクなのかソロ級なのかわかんない、すいません、アーティスト名わかんないですけど、とりあえずクライロがフィーチャリングされてるバレンタインという曲でございます。これはですね、ジャケがとにかくかっこよくて、もうまあそんな展開はないんですけど、もうなんか夏フェスに向かう途中、もしくは夏フェスの休憩時間かな、自分のなんかこうタイムテーブルの中で、あ、今ちょっと休憩したいなって時にこうベンチシートっていうんですかね、広げて、サングラスでもかけながらですね、アイスコーヒー飲みながら、ビール飲みながらですね、これかけたいなっていう、そんな思いでございます。なんか野外フェスのいいとこって、なんだろうね、別にその音楽を真面目にこう、真剣に楽しむだけじゃなくて、ちょっとこう、離れたとこから、その野外フェスというもの自体を楽しむ。音楽がメインではあるんだけど、音楽をまず、その聞くというか BGM に、ちょっと仲間とさ、さっき言ったビール飲んでとか、ご飯食べてっていうのもすごい贅沢な楽しみ方なのかなと思うんですよね。うん。
さあ、メッセージ来ております。ラジオネーム、ベリマロさん。女性の方ですね。千葉県からのメッセージです。ヨヘイさん、こんにちは。こんにちは。梅雨が明けたのか、天気もよく暑くなってきましたね。ヨヘイさんも夏が好きと言ってましたが、私も夏が大好きです。コロナ禍でせっかくの夏なのに楽しいイベントがあまりありません。でもやっぱり夏ってだけでテンション上がりますよね。夏らしいテンションの上がる曲を教えてください。ということでございますが。これですね、次かける曲はですね、僕はまあ、夏フェス上級者だったら、まあ、そりゃ、これはもう定番ですよ。って言われる曲でございますし、もうそれはもう重々承知なんですけど、僕、この人たちね、聞いたことないんです。大好きなアーティストなんで聞いたことないんで、音をお貸しでかけましょう。Chemical Brothers で、Hey Boy, Hey Girl。Chemical Brothers で Hey Boy, Hey Girl でした。もうなんだろう、フジロックといえば Chemical Brothers みたいなとこはあったりするんじゃないでしょうかね。もちろんサマソニも出てますけど、唯一見てないこの大好きなアーティストの一人でございます。はい。Chemical Brothers はちょっと見たいというかね、体験したいですね。やっぱライブ版もよく出てて、そう、確かにこのフジロックのライブ版が出てるんですよ、CD で。それも買って、DVD も出てたんだけどね、もうやっぱね、この Hey Boy, Hey Girl がかかった時のみんなのテンションのぶち上がりっぷりはね、やばい。それはみんな聞きたいよなと思いますよね。ちなみに関係ないんですけど、この Hey Boy, Hey Girl が昔タイアップで CM で使われてたんですよ。MD777 っていうCD プレイヤー、MD プレイヤー付きのね、CD コンポっていうのが昔あったんですけど、Chemical Brothersが使われていたから、僕買いましたね。はい。さあ、ラスト1曲お届けするのは、冒頭でお伝えした1997年フジロック第1回目に出演していたアーティストでございます。聴いてください。 Massive Attack で Teardrop。
お送りした曲はマッシブアタックで Teardrop。 いやー、マッシブアタックもですね、野外フェス夜の時間帯に聞いたらもう神秘的でね、もううっとりしちゃうんだろうなと思いますね。マッシブアタックもやっぱ見たい。なんか来日延期したりとかね、次絶対に見たいなと思ってます。そうです、1日目じゃなくて2日目フジロックはですね、中止だったんで、2日目に出演する予定だったか、マッシブアタック出てないのか。そっか、マッシブアタックもなんか 3D っていうあのメンバーがいるんだけど、実はバンクシーなんじゃねえかっていう噂がね実はあったりとかする人なんですけど、まあまあなんかそうであってもおかしくないのかなと思いますけど、なんかやっぱケミカルブラザーもそうだけど、マッシブアタックとかもそうだけどさ、あの色褪せないんですよね。すごいなと思いますね。なんか俺が好きだった90年代のアーティストって今聞いても全然なんかこういでたちも含めてだけど超クールなんですよ。だから俺が好きだったものって正しかったんだなって思えるのは良かったなと思います。音おかし。さあ、アレキサンドロス川上洋平がお送りしてきた音おかし、そろそろお別れの時間です。さあ、というわけで番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。ぜひ今あなたの気分を私川上洋平に教えてください。そして恒例のお菓子クイズ。番組中に私が食べていたお菓子は何でしょうという、クイズなんですけど、先週の正解が株式会社三好堂さんのくるみゆべしでございました。あのね、初めて食べたんですけど美味しかったです。甘さ控えめでしたね。美味しかったです。というわけで、じゃあ本日のお菓子ですがこちらでございます。まず開けます。これ開け方、これこういうパッケージってさ、なんでこうゴリラみたいに開けちゃいましたけど、さあ開けると紙のボックスですね。で開くと、はあ、はあ、美味しくなってます。これね、開けますよ。大好きなんです私。2枚入ってますね。さあいただきます。ちょっとピリ辛ということでね、美味しい。あのこれね、とある土地の名産というかお菓子なんですけど、まあよくもらうんですよ。はい。で家に置いておくんですけど、まあ2枚ずつぐらいで入ってるから食べ過ぎないで済むお菓子でございますね。はい。よくねご飯代わりに食べてます。これいろんな味もあるのかなっていうヒントを、はい、お伝えしました。さあ、これ正解した人はおかしなステッカーを抽選でプレゼントさせていただきますので、ぜひぜひ応募してください。くれぐれも一人一通でご応募お待ちしております。さらにこの番組、毎週金曜日21時にオーディオプラットフォームオーディにてスピンオフ番組を配信しております。次回は8月の6日金曜日21時にアップです。そちらでは皆さんのお悩み進路相談なども受け付けております。さらに本日のプレイリストは番組の Spotify アカウントにアップします。放送ではかけられなかった曲もあげるので、ぜひ楽しんでください。すべては番組サイトから www.tfm.co.jp/お菓子、 www.tfm.co.jp/お菓子、もしくは東京 FM のトップから番組ページもジャンプできます。さあね、夏ど真ん中ですね。皆さん夏バテしないようにお過ごしください。皆さんおかしな週末を。ここまでのお相手はアレキサンドロス川上洋平でした。 Have a great weekend。I see your eyes in darkness, crying for help. I was so hopeless.
る誰か見て私は泣いた。己と見比べただただ泣いた。I feel the sun is rising up the night is dying.